誰が来るんですか。まあじゃあそれはあるとして、最後に言うとして、はい、今日はあのコーティングのプロだね。そうですね、コーティングのプロで俺車2台やってもらったんだね、はい、アルファードとクラウンを。はい、ほんでまあそれはプロだもんで、まあ、材料とかまあね、そうですね、レレすげーだけど、はいはい、ちょっと今日コーティングをなんかお、こういうスパートバックスで売ってるやつでも、はい、俺らみたいな素人の人でも全然できるよみたいなことを教えてくれて、はいはい、なんで今日ちょっといろいろ何個か買って、はい、試すっていうか、あのこれいいよっていうのをみんなくなりながら、はい、いろいろ紹介しようと思います。はい、でこの人が誰かは後で紹介します。最後ですね、最後最後コーティングの最後に、あ、楽しみで、はい、ちょっととんでもない人だから今日でスーパーオートバックスって言って、まあ、あの愛知県で一番でかいよね、ここがね、コーティング材とかも。そうですね、はい、ちょっといろいろじゃあ紹介しまいながら、はい、行ってみようと思います。はい、はい、行ってみよう。ほなお前、まあこれ今流行りのもの、塗りやって、シュッシュッシュッってやって、これ昔だともうこれですね、こういうワックス、マンハッタンゴールドとかアシュワラスターです。あ、こういうやつあったよね。ありましたね。カーシャンプー、これシャンプーですね。なんだろう、シャンプーってそれは違うの。シャンプーは違いますね、水性とか、あとアルカリ性とかがあるんで、今日はリージ君の車をコーティングしたいと思います。はい、帰ってきました。はい、帰ってきました。はい、じゃあ一個一個紹介しようか。まあまずコーティングはこの2種類で、うん、この浸水タイプと撥水タイプ、うん、あ、その前に秘密言おうかじゃん。はい、秘密、この人の秘密を。秘密のアッコちゃんっす。秘密のアッコちゃんね、この人、この人お前の家族全員に録音して僕の親族です。親族、お兄ちゃんだな。兄です。男に人兄弟なの。男が人兄弟です。すごい、ね、人兄弟。名前ねえけど、もう本当にコーティング屋だね。はい、コーティング屋です。で、実際に俺のクラウンとアルファードをやってもらって、はい、まあせっかくなんで動画にしようかって。会社が名古屋市、昭和区、高津寺、福江町ですね。福江町にある、うん、株式会社キープ社員。キープ社員、はい、キープ社員です。キープ社員っていう、キープ社員っていう名前です、うん、はい、株式会社キープ社員。そこでもう何年もやっとんだ。そうですね、もう7年ですね。7年コーティングをやってます。キープ社員やりづらこれがいつもこれ感じ、いつもこれ感じでもほとんどカットされるから、そのまあ前と一緒であんまりしてもらってこっちも事故で、今日プロが使うやつもちょっと塗ってくれるんだ。そうですね、そういうこと、はい、浸水、撥水、浸水、超撥水、超撥水、まあ言い方がいろいろ違うけど、うん、基本的には、撥水系、浸水系、はい、まあ、浸水の中でもいっぱいあるし、撥水の中でもいろいろあるし、はい、まあ今日2つに分けると撥水と浸水、この2つが大まか。撥水と浸水が、でどっちが浸水、撥水なの。これが浸水、浸水、浸水なんだ。はい、でこれが撥水で、シュアラスターゼロウォーター、2528円、 320ml、 ウィルソン、ツヤエキスパート。はい、うん、これは炭酸系じゃない、まあ、炭酸系なわけないだろ。まあ、よく反応したらカットだよ。そうですね、さっき変わりました。あ、わかりました、わかりました、うん、それ以外に、ね、これが、これが、いわゆるトラップ粘土と言われる粘土クリーナーです、うん、何ですか。これはですね、基本車走ってると、まあ、線路沿いとかに多分止めてる人とか多いんですけど、うん、あのボツボツになるんですよね、鉄のコーナーが飛んじゃって、で、あのブレーキダストとか市街地走ったりすると刺さるんで、うん、それを除去するためです。おお、なるほどね。これがないと、これでも結構1000円ぐらいしたもんね。これちょっと高いですね。円か。はい、で、で、これが俗に言うコンパウンド。コンパウンド、これで、はい、傷を除去していきましょうってやつで、うん、それが、そうです、これが、シリコン、これリムーバーって名前ですね。ホルツっていう、うんうん、まあカースプレーとかの会社が出してるやつなんですけど、うん、まあこれをやって、うん、まあ磨いた後とかコーティング塗る前にこれで脱脂をして、うん、コーティングを塗るっていう前処、脱脂、あ、脱脂、あ、脱油か。そうです、そうです、そうです、ここに書いてあるんですよ。だけどこういうのコンパウンドやったら取れるんじゃないの。そうでもない、そうでもないです。コンパウンドは結局傷を削ってるんで、これを取らないとモヤになるんですよ。モヤモヤってなって、要はもうこれで磨いて、塗面をフラットにして、残ってるその凹凸油分だったりとかをこれで、うん、さらにフラットにしてコーティングをのせやすくするっていう、そういうことね。すごく平たく説明をすると、さっきからずっとミッチーにモザイクかかってるなんて気のせい。
気のせいかな突然しろ気のせいでモザイクかかってないですよ気のせいかかってます編集かかってたのいやもう俺カメラの位置で分かるんだもうカメラの位置であこいつ今映してねえなって俺しゃべらんとこって完全にお前世界入ったよねじゃあやってみましょうかはいやってみましょうはいお願いしますお願いします。まずボディの汚れを取ります。何ですか？ボディの汚れを取ります。何ですか？ボディの汚れを取ります。お兄ちゃんここの注意点が、雑巾は絶対使用しないでください、うん、俗に言うタオルとか、うん、必ず吸水マイクロファイバーを使用してください、うん、ああそういうことだ。ではないとボディに傷が入っちゃうので。ちなみにこれ田中君はこれですか？これ僕の台車っすね僕の台車っすこれは水多く含んでやる。そうですね、水多く含んで。なんで？じゃないと、空拭きとかしちゃうと傷が入っちゃうんだよ。ああ、そういうことか。で、さっき買ったやつ、さっき買った粘土。あ、はい、粘土を、これを多分元の状態がこういう形だったんで、うん、これを伸ばしてやって、うん、できるだけ平たくしてやると、うん、一点に力が入らないんで、これで表面のザラザラを。さすがプロだね。これ一応一回触ってみていい？ん？ザラザラなんですかね。あ、ザラザラだ。うん、触って分かるっす。なんかゴミじゃないのこれ。いや、そうです、鉄粉が刺さったりしてる。あ、そういうこと。そうですサラサラだ。取れるの？これはもうそうですね、取れるんで。あ、マジ？一応まあ、こうやってやってもいいんですけど、で、うん、あ、こう注意点があって、暑い日にやらないでください。暑い日には。あ、ボディが？ボディが暑いと、これが溶けてひっついちゃうんで、うん、あ、必ずボディ冷えた状態で、で、炎天下の中上では、うん、基本的に洗車も作業しない方がいいです。あ、そういうことだ。本当は室内。本当は室内か、まあ、この時期だったら夕方とか、あ、そういう日が暮れてからの方が絶対いいんで。玄関先とかで。そうです、そうです、そうです。みんなでもこの時期って日曜日、僕インスタ見とっても分かるんですけど、うん、日曜日あれですね、真っ昼間からやってる選手してる。あんま良くない。焼きついちゃうんですよ。良くないんだ。ボディが焼きついちゃって、シャンプーとかエブンが焼きついちゃって、本当にこういうシミがすごいできるんですよ。こういうシミができて、あ、あるね。そうです。で、こういうのが、こういうところだね。そうですね。シャンプーとかだと、これが、うん、残っちゃうね。ギラギラになっちゃうんですよ。この七色な車なんですけど。なんで、あ、あるね。そうです。基本的にそういうのはやらない方がいいです。ていうか、ミッチーが喋る。これぐらい顔も似とるし、もうどこからミッチーが喋るし。もうお兄ちゃん全然喋れるね、お前。お前全然喋れなくなっちゃった。いや、違う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 。やっぱ、その、なんていうんですか、技術的なことじゃないです。自分の得意分野じゃないですか、これ。僕も足場と喋れるじゃないですか。だからそれと一緒です。そうかな。それと一緒です、それと一緒です。そうかな。細かいこと言われるとダメですけど、やっぱり。細かいところはちょっと苦手なんです。そうかな。これ水、まあ多く含んで。あ、そんなにいいんだ。そうです、もうこんなんで、ザラザラ、表面のザラザラ取るぐらいなんで。で、白とかだと多分、茶色くなっちゃってるやつがあるんで、うん、そういうのは、まあ、ゴシゴシやってもいいですけど傷が入っちゃうんで、うん、まあ、磨くこと前提でしたら頭を取るってイメージ、うん、で、表面をつるっとさせるイメージで、うん、まあ、軽く、あ、これも濡らしながら。そうです、もう濡らしながらやれば、傷も入らないんで。あ、なるほどね。それは固形のやつですか。ちょっとこれ触らせて。どんな感触なの。あ、シャリシャリ。ああ、そういう、あ、本当だ。結構引っかかるとこ引っかかるの。引っかかるとこ引っかかるね。で、これまだ全然ひどくないですけど、ひどいやつだともうやってる時にジャリッ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 ってやつとかもあるんで、下地処理みたいな。そうですね。で、まあ、手で触って、うん、まあ、OK で、うん、これでいいんだよ。うん、ここで十分だ。これで十分です。まあ、黒は目に見えないっていうのもあるんで。ああ、そういうことか。これでコーティングが取れるわけではない。取れるわけではないです。そんな簡単にやっぱ取れないです。やっぱ取れないんだ、元のコーティングは。そうですね。次は養生の作業に入るんで。はい、すげえ、なんかすげえのついてる。エアフィルター。やべえ、これエアフィルター走りやすいようになってる。まあ、うん、ああ、そういうことか。養生、養生、こっちやるときは死んでもいいの。一緒に全部やるときは、ボディやるとき、あ、もう全部やったほうがいいです。ゴム部分、樹脂部分は、磨く、まあ、磨くことは今前提のこの作業なんで、うん、磨く前提だと絶対にこのゴム部分、樹脂部分は、必ず、うん、そうです、マスキングはしてください。へぇ、車いるんですけど、うん、前方のベルワイヤとか、うん、は、塗装不良で、うん、こういうところとかが、ルーフ、うん、前方のベルワイヤ、塗装がビロビロって剥がれるんで。そう、そうです。薄いやつとかだと、も物をちょっと何でもいいってわけでもないんですけど、うん、そんなになんか強いやつじゃなければ、うん、まあ、ガムテープとかダメだな。あ、もうガムテープとか絶対ダメです。取れるの。
塗料が塗料が剥がれます。ビロ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 って。それでも何トヨタ保証しないの？リコールで今出てるんですよ。あ、マジ？最初3年4年ぐらい前に出て、うん、ビロビロってなって、うちの会社にまた生ビロビロってなんだこれってなって、その時はうちの会社が直したんですけど、うん、後からこのトヨタが、塗装不良でリコールで今は、あ、そういうことです、出してるんで。へぇ、ガムテープだけは絶対ダメです。ああ、マスキング、ね、必ずマスキングにしてください。了解です。まあここは樹脂、まあヘッドライトもできれば、うん、やっとった方がいいんだ。やっとった方がいいですね。へぇ、まあ一応ポリッシャーの当たりそうなところ、うん、ここにちょうどポリッシャー当たっても、うん、白くなっちゃうんで、あー、そういうことね。ゴムとか樹脂でちょっとどうしようか。あ、ゴムとかなるんですよ。そうですね、今ワイパーも一緒に、うん、あとプリウスとか見落としがちなのが、うん、ここも貼った方がいいですね。このカウルも貼れて貼った方が、トルココ、うん、可能性がある。可能性がある。ここを磨くときにどうしてもスポンジとかなんでたわむんで当たるんですよね。ああ、そういうことだ。うん、だから普通に塗装屋みたいなね。そういう表情みたいな。そうそうそう、表情解決。普通に塗装屋みたいな。でこれで、マスキングは完了です。おお、洗車、トラップ粘のマスキング、磨くっていう作業 で次は磨くっていう作業です。へぇ、これ市販で売ってる、ホームセンターとかでも売ってる、安いポリッシャーで、これはプロでも使うんで、これ改造ができて、作業の幅が結構、あ、作業っていうかポリッシャーの改造することですね。まあ僕も使ってるやつはこれちょっとほぼほぼ純正のやつ持ってきたんですけど、うん、中のベアリングとゴムを外して、でこのパッドを変える、まあモノタロウで揃うんで全部、うん、あ、で変えると、そうですね、掘削力が強くなるんで。あ、マジ？一応でもまあ、リスクとしてはそれをやることによって磨いた傷が入りやすくなるんで、それを除去するのが大変になるんで。ああ、そういうことか。まあ本当にツヤっとしたいだけだったら、まあ、純正のまんまで純正で十分。そうですね。で、これゴムパッド抜いてあるんで、うん、ここにゴムパッドがあるんですけど、もともと純正では、純正ではこれは取っちゃった方がいいです、うん、なんで？ネジ4本で引っかかるんで、どうしても抵抗が生まれちゃうんで、ここのゴムで、で取っちゃった方がいいです。なんでゴムが入ってるんだろうね。基本的にはまあゴミが入らなかったりするためだと思うんですけど、あ、一応ブレーキリングなんで、あれブレーキをかけるために、うんうん、じゃあこれフリーにしちゃった方が絶対いいんで。ああ、そういうことね。だからネジ4本でこれ外れるんで、ゴムは。まあ、興味のある人は。でまあスポンジは何でもいいんで、うん、ベイマンねえよ、ほら一人で動画撮ってるんじゃないもん、なんか気づいたらな、シリーズ化したでこれダイヤルあるんで、うん、一応スピード調節で、うん、まあ、マックスだとこんな速いんで、マックスは基本使用しない方がいいです。傷が入っちゃうんで、どうしてもこの傷が入っちゃった時に自分でどうしようもできなくなっちゃうんで、うん、基本的にはまあ、ゆっくりめで、まあ、やった方がいいです。でこれコンパウンド今日これ買ってきたやつじゃん。そうですね。だけどプロが使ったやつまた違う。また全然違います。まあでもホームセンターで売ってるやつとかで、うん、3M とかコーナープロとかに売っとるね。あ、そうです、そうです。ああいうので全然いいんで、うん、まあ覚えとくのはこの細め、極細、超極細め、まあ結構これオーソドックスな多分3種類になるんで、うん、まあ水溶性とか、油性とか、まあいろいろあるんですけど、うん、自分に合ったやつで全然これが絶対いいとか、これは絶対ダメとかっていうのはそこまでないんで。そうです、そうです、そうです。で今回は誰でもできるように、まあ、傷のあんま入らない、うん、超極細ってやつで、まあ、艶を出す程度で。ああ、そういうことか。今日は、はい、はい、まあ、こういうこの水垢みたいなの取れるの、その極細でも。これは極細ではあんま取れないですね。細めとかで、でこれ毛のついたウールバフっていうのがあるん でそれでやるんですけど、うん、それはどうしてもこうなかなか慣れてないと、うん、取れないんですね。それでこうこれが取れたとしても次はそれで入れた傷を取れなかったりするんで。ああ、そういうことか。そうです。超極細で、超極細、超極細、まあ量は適量で、うん、いいんで。で、これグッと押さえつけないでください、うん、はい、本当乗せるぐらい、僕らでいうコンパウンドが切れるまでっていう表現があるんですけど、うん、これ今すごいギラギラで油分が残ってる状態なんですよ、うん、これが、磨くことによって、こういう風になると下が見えるじゃないですか、うん、こういうのは切れるっていうんですよ。あ、コンパウンドが切れるまで磨くっていうのが一応おおよその目安です。ああ、そういうこと。でもある程度水垢みたいなの取り取るね。そうですね、軽いやつは全然浸食してないですから。あ、取り取るね。ここをちょっと見とくといいよね。あ、石膏を巻いて、石膏をね、半分磨いて半分だけこう、そう、あ、マスキングでやっちゃいますか。あ、そうしよっか。
だから全然違うな。あれこれ元々一緒だった？元々一緒ですね。そうか、全然違うな。あ、それさっき買ってきた、これそのリムーバーってやつですね。油取り、そうです。あ、でも今完全にむき出しの状態、油膜を除去した状態ですね。何が映り込んじゃうんだ。違うな、やっぱカメラで見とくの違うな、やっぱ。なるほど、どうする、こっちもやる、こっちもやっちゃいますか。やっちゃおうか、やっちゃいますか。これ撮っちゃっていいんだ。はい、大丈夫です。おお、でもだいぶ違うな。そうですね、ツヤは傷としてもちょっと取れないんです。やっぱ傷は取れないんだ。傷はもっと、ほんと深いところで、まあこうほんと細め使ってみたいな。そうすると取れるの？取れます。こうやったら、こうやったら全然、まあ取れない、どうしても深いやつとかもあるんですけど、全然今これよりは全然綺麗なんです。へえ。それはまあでもあんまり素人はやらないんじゃないですか。やらない方がいいですね。まあ傷を落とすとこまでは多分できると思うんですけど、まあ結局磨きで大変なの、落とした傷、落とす傷を落とすために入れた傷を除去していくって作業が一番大変なん で、うん、で車によっては焼き付く車もあるんですよ。あの俗にホンダ車の黒とかは、うん、もうあの普通ね、人がやるともうなんかワシャワシャワシャってなっちゃって、もう取れなくなっちゃう、取れなくなっちゃうんで。いいことや。そうです、あんまホンダ車とか日産車の黒をおすすめしないですね、なんで自分でやるのは。やっぱ磨くと目立つんですね、傷が。傷がよくと、あ、本当だね、こんなん最初気づかなかったもんな。他のところが綺麗になっちゃうんで、どうしても飛び石だったりとか。めっちゃついとんね。そうですね、これ飛び石なんで。これは取れんでしょ。これは取れないです、どうしても塗装になっちゃうんで。で、実際このコーティングの工程、そうですね、次コーティングの工程で、シュワラスターゼロウォーター、まあ中身が本材とクロス、はい、ツヤエキスパートが、まずこれ塗り込み用の、スポンジ、吹き上げクロス2枚、これはまあ本材とブレンド用スポイト、こういう風ですね。多分これに、ま、これにこれを混ぜてっていうパターンのやつで。まあ、これに移して使うんで、まあまあざっくりでざっくりでやっちゃうんで、量は。で、まあ適量使う分だけ移して、ツヤエキスパートから、うん、こっちツヤエキスパートから、ツヤエキスパート、はい。まあ、俺も本当適量でいいんで、塗るときは、必ず塗り残しがないように、うん、半乾きの状態で作業で、固まっちゃうと取れなくなっちゃうんだよ、吹き上げで。なんで半乾きの状態で、あ、まあこれが付属の、もうこれ、あ、そういうのを拭き取らない。そうです。あんまこのツヤエキスパートさんのこと言いたくないですけど、これちょっとあんま良くないような気がする。 あんまちょっとあの硬いかなっていう。あ、タオルも。そうですね、普通のタオルダメなんだ。そうです、あんまり良くないです。なんでこちらが使ってる、あと僕らも結構使うんですけど、あのコストコの上です。あ、そうか。これ一番いいっす。マジコスパ最強っす。あ、マジ洗車用で売ってんだ。洗車用で売ってます。これめちゃくちゃいいっす。皆さんおすすめです。これがいいっす。あ、もう拭いていいの。もう拭いちゃっていいです。これはガラスコーティングだよね。これはそうですね、ガラス系コーティングですね。純粋なるガラスではないんですけど、まあこれで、まあこれで2枚目で、これもあの塗るときと同様で拭き残しがないように、うん、で次はシュワラスター。シュワラスター、これはよくテレビシーンで、そうですね、これはなんかガラスコーティングじゃなくて、ガラス系コーティングですね。もうなんかすごい、何これがガラスだとかガラスじゃないとかっていうのが、うん、でも分かんないですよね。もうガラス系はもうガラス系らしいんで、実際一応樹脂、ガラス系樹脂これはでも1ヶ月ぐらいしか持たないんですか。1ヶ月ぐらいしか持たないです。一応そうですね、ガラス系特殊シリコーンなんで、まあ要はシリコーンです。シリコーンです。これはそうです。で、まあこれはまあ本当多分適当でいいですよ、これは。本当にまあ、ああ、こんな感じなんだ。まあこんなんで、そのタオルもセットでついてた。これタオルセットでついてます。へえ。逆にこれさ、なんか今俺車
クラウンとかコーティングしまったでしょ、はいはいはい、それの上にやることもできるの別に。あ、多分可能だと思います。あんまりでもやらない方がいい。あんまやらない方がいいですね。それに合った、メンテナンスキットがあるのが必ずついてくるので、よくみんなコーティングとか大体やっとるじゃんね、買った時に。はいはいはい、そういうのあんまり使わない方がいいの本当は。あ、まあ、こういう仕組みはあんまり良くないですね。やっぱその、アルカリ性とかいろんなあって、うん、合う合わんっていうのがいろいろ出てくるんで、やっぱ付属のやつを基本的に使うっていうのが必ずそっちの方がいいです。あ、そういうのがあるのか。はい、もう今度終わりか。今度終わりです。あ、これ楽だね。これ楽ですね。なんで多分人気なんでしょうね。あ、そういうことか。そうです、これは本当にプロが使える。これがそうですね、うちの会社で使ってるオーソドックスな、3年もののガラスコーティングですね。3年も3年ものです。3年持つ。3年持つです。一応ガラス被膜化です。マジ撥水は持たないですよ。1年持たないです。あ、そういうこと。撥水はもうそういうことか。ガラスの膜をもう作る。膜こっちはないんだ。こっちは同じです。ガラスの膜を作る。で、膜作ってんだ。膜です。ガラスの膜を作る。で、これはもうそのシリコン系の膜を作って。撥水は持たんけど3年間ガラスのボディでボディは傷つきづらいよみたいなのは。まあそうですね、うん、傷はつくけどそんな、なんていうんですかね、まあ汚れとか取りやすくなるよっていうイメージの方が分かりやすいかもしれないです。ああ、そういうことね。そっちの方が。それはもう一液タイプ。これ一液タイプです。それは多分分かる。そうです。あ、でもさっきと同じか。一応塗り込みの作業だ。そうですね。全然変わんなさそう。変わんなさそうや。わかんない。3年持つってすごいな。そうですね。まあ、ほんと保管状況にもよるっすね。ああ、そういうことか。ほんと保管状況にもよる。だから、絶対どの車でも3年でも5年でも持ちますよっていうわけではやっぱないです。うん、そういうことだ。でもこれ完成？もう。これで完成です。ちょっと、ま、置いといた方がいいの？これは。まあ、置いといた方がいいですね。水濡らすんであれば置いといた方がいいです。ちょっとの間もやって持つだろ。差し締めて。ね。これ多分ここ触るとこの前何言ったけど、これどう？これは割れてるっすか、もうかっぽりはまってない。子供でもね、いいよって言って、小学生かお前、いいよって言って、いいよ、いいよって言って、これどうしたの？鬼、鬼、いいわ。反抗しながらね、やつか動画に残るから、視聴者にもらえるから多少ちょっと、あ、やっぱミッチかっこいいなみたいなダサいなしかないと思うよ。多分それでもここだけ全然もうボディの色が全然違う、綺麗になった。ツヤツヤが、うん、いきます。左から左から。これがエキスパート。エキスパート、タツヤエキスパート。これ浸水？これ撥水です。ちょっと弱いですね。ちょっと弱い、ね、ちょっと弱いですね、うん、真ん中が、シュアラスターゼロ、うん、これ浸水？これ浸水です。もうほんと血が溜まんなるよ。うーん、違うね、残った感じ。すごい。こっちが、うちの、はい、エフェクトですね。いや、めっちゃ効いとるやん。全然撥水なんで、うん、あ、うん、すごいじゃん。これ、この撥水より全然違うの。これ、そうですね。そっちの方が、だって、賞味時間も違ったもんね。やっぱ、この塩違うもん。まあ、もちろん、やっぱりそうっすね。へぇー、これはもう市販では売ってないんだ。市販ですね。市販ではさすがに売ってないんで。でも、この真ん中のやつ一番すごそうやん。まあ、浸水なんで別にベタ…で水が出るのご覧って感じ。あ、残らない感じですね。イメージで言ったらもう本当に、うん、こういうこう水と水がひっついて、うん、くっついて流れるっていうイメージですね。本当だ。すごいな。やっぱでもこっちの方がみんなかけた感があるから好きなんですよね。やると思うよね。玉は、そうだよね。でもプロのおすすめはやっぱりこっちです。なんで浸水なの？結局撥水って、うん、最初はいいんですよ。玉が切れて、うん、流れていくから。うん、でも、弱くなってきたときにこう停留するんですよね、うん、弾がここに。そうするとそれでこうレンズ現象で焼けちゃって。あ、そういうことか。なるんでかけ始めはいいです。ああ、じゃあ浸水の方がいいわけだ。浸水の方がいいです。今でもこれで弾が残っとるもんね。そうです、そうです、そうです、そうです。これはあんまり残らんもんね。そうです、雨が降って外の置きっぱなしだったら浸水の方がいいわけだ。うちの一番撥水、強撥水ってやつは確かにあんま残らないんですけど、うん、やっぱりそれが弱くなってくるとどうしても玉はやっぱ残りやすくなるかなっていうのもあるんで、おすすめは本当にこの浸水だ。これですね。僕は本当にこれが大好きですね。あ、そう大好き、一番いいですね。エキスパート弱いんですよ。エキスパート弱いですね。浸水っぽい。ちょっと浸水っぽい。浸水っぽい。でもかかってるはかかってる。かかってるはかかってるか可能性はある、ね、かかってるはかかってるね。かかってるはかかってる、ね、こっちと全然違うでしょ。これ多分めっちゃ撥水かけてますね。あ、逆にめっちゃ撥水かかってますこれ。
あいつもちゃんとやってんの。今あのこれ洗車とかして洗車シャンプーで発生シャンプーとかあるんで、ね、最初のうちは本当にすごい弾くんですよ。オッケーですね。うまいね。いい。まずちゃんとやっぱ拭き上げるんだ。拭き上げます。拭き上げないと後になるんで。ああ、そんで後になるのか。ってことはやっぱ雨の時一番痛んない。雨降ってこの時期でなんかそのスコールじゃないですけど夕立がバーってきて、うん、あの。すぐ晴れちゃったりしちゃうと、うん、本当にやっぱあ一番良くない良くないですね。あでこれ最後に多分注意点があって、うん、こういうところマスキング剥がすとここはいいんですけど、うん、こういうところがマスキングの貼った跡ができるんです。ああこれ分かる。ああ本当だ、うん、こういう跡マスキングの糊がつくんだ。そうです跡があるんで、うん、そういう時はあのシリコンリムーバーをちょっとつけてピピって拭くと綺麗になるんで、はい、油通りだもんね。そうですそうですそうです。あんまやりすぎちゃうとここが白くボケちゃうんでよくないですけど、あとはコーティングしたからといってあのメンテナンスをしなくてもいいってわけじゃないんで、あのコーティングしても必ず定期的なメンテナンスはあのどんなコーティングでも必ず必要になるんで、あのコーティングのかけっぱなしでっていうのはあんまり良くないんで。良くないです。それだけはもうあのやっぱりちゃんとしっかりした方がいいですね。物によっては洗車機とかダメなんで、こういうのはもうあの基本コーティングかけたら手洗いの方が、まあ、一応洗車機 OK なコーティング剤もあるんで、あとは暑い日の作業はやめましょう。暑いんで焼けつくんで熱中症にもなりますし、あと火傷するんで本当に、はい、あ黒とかは特に。皆さん日が暮れてから洗車場に行きましょう。行きましょう。お疲れ様です。お疲れ様です。いや僕なんかいらんかったんかな最初のあのオートバックスぐらいのでも相手に取るとあの仕事でも十分できるね。俺らでも全然できるね。そうですね、まあ、めんどくさい。この暑い時期外ではやれんかもしれないけど、ちょっと屋根があるとか、ね、倉庫とかね、塗装屋さんだったら倉庫とかでも、うん、全然できるね。全然コーティング屋で5万、6万とかかもしれない。そうですね、もっとかかるやつはもっとかかる。でも物が違うか。物も違うっていうのと、やっぱりあの簡易的なんで今になったやつっていうのは、うん、なんでもっと傷も綺麗になるし、うん、やっぱり本当はそうですね、プロに頼んだ方がやっぱり一番いいんですけど、研磨から全部やるんだ。そうですね、うん、はい、そんな感じです。今日はミッチの活躍、はい、今多分ここしか映ってないと思う。今のしか映ってない。顔似とるよ。はい、似とる。本当ですか。うん、似てないです。あんまり言われないです。多分それ似さしてきたんですよ。有名人ちょっと似ようかな、整形してきたんですよ多分。違う違う、お前がだ。いや、兄の方が。兄の方が整形して失敗したこの。まあ、そんな感じです。はい、じゃあまた面白い企画やっていきますんで、はい、ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。お願いします。また見てね。また見てね。